ようこそ地下ギャンブルへ。私はここの支配人、強欲原光明だ。強欲原、本当にこのギャンブルに勝てば借金はチャラにしてくれるんだろうな。もちろんだ。ここはお前のようなクズを救済する場所だと思ってくれ。私は善意でやってるんだよ。善意だと？私が見たいのは究極のギャンブル、命のやり取りだ。私は金をかけよう。君には血、すなわち血液をかけてもらう。狂ってやがる。ただしこのギャンブルで抜いていい血液の量は、献血の時に大人が抜く量、つまり 400cc までとし、安全のため医師の相談のもとに行う。狂ってやがる。さあ、金を得るか、安全な血液の量を抜くか。無論その血液は日本赤十字社に送り、有意義に使ってもらう。強欲原、なんでそんなことを？さっきも言っただろう、私は善意でやっているのだよ。こんなギャンブルやるか。どうせ血を抜くなら献血者がいい。ジュースも飲み放題だし、夜お風呂入れなくなっちゃう。やだ。もっとノーリスクなギャンブルはないのか。おいクズ、たまには世の中のためになれよ。クズバカ、クズが言い過ぎだ。まあよい、あれを持ってこい。はこれは、この箱の中には鋭利な刃物が入っており、サイコロの目に応じて動くようになっている。こんなものを作るなんて狂ってやがる。私がもし6のゾロ目を出したとき、実に12センチ刃物が横に動く。お前の腕毛を反り上げるためにな。そう、腕毛かよ。腕毛だ、そうだ。あってもなくてもいい腕毛、それか金を得るから、どちらか選べ。断れ。なんで？カミソリ巻きするから嫌だ。なんで？私は善意でやってるんだよ。借金返したいんだろ。貴様、そうやって一体何人の腕毛を剃ってきたんだ。いや、ノーリスクのギャンブルで借金チャラにしてあげた人数なんて覚えてないよ。やだ、こんなギャンブルはやらん。まだ動く時じゃない。動けよ。動く時だよ。人生やり直そうよ。本物のクズだな、お前は。はい、あれを持ってこい。はこれで最後だからな。お前が負けた場合、このハサミで自分で目をつぶすか、耳をそぎ落とすか、前髪を切るか、選んでもらう。前髪だと？そうだ。金を得るか、前髪をパッツンにするか。さあ選べ。前髪をパッツンにするだろ普通。くそー、なあ、前髪パッツンでいいんだ。前髪パッツン。目だ。なんで？おい、両目。しかも、なあ、もういいだろ。目だ。やめろ。やってやる。負け犬のを脱却するんだ。分かった、ルールを変えよう。なあ、あの、目をさすって言ったのはな、目薬のことだ。なあ、目薬をさせ。突然のルール変更か。卑怯だぞ。こんなギャンブルやらん。目を覚ませ。もういいわ、お前めんどくせえわ。もう連れて行け。はおい、こっちに来い。おい、やめろよ。くそ、離せ。離せって。くそやら、離せよ。何やってんの。何やってんの。くそ、どこへ連れて行くつもりだ。地下強制労働施設だ。地下強制労働施設だと。そうだ。週休2日、有給あり、未経験者優遇。先輩がお前に丁寧に仕事を教えてくれる。それって、そうだ、就職だ。いやだ、就職なんていやだ。家で転がらせた。なんでやねん。あ、立ち来いよな、クズ。お前借金20万だろ。2ヶ月で返せるぞ。日本は大丈夫かね。